こんにちは、弓のハートの萩原です。そして今回もゲストがお隣。こんにちは、中学2年の蓮太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回は糖尿病で、2番目はですね、糖尿病の症状と診断についてお話をしていきます。はい。まあ、いきなりクイズですね。糖尿病の症状として正しいのはどれでしょう。まあ、1番目はトイレに行く回数が減る、2番目が高熱が出る、3番目が疲れやすくなる、どれでしょう。負けずっぽうですけど、3の疲れやすくなるですね。正解です。で、糖尿病の症状はどういうものがあるかっていうと、まあ、よく聞く症状が多いものとしては、喉が渇くとか、まあ、実は排尿の回数っていうのは増えます。あとは先ほどのクイズにあった疲れやすくなるとか、目がかすむとか、足がしびれるとか、最終的にはこう体重が減ってしまう、まあ、そういうような状態になります。はい。糖尿病のこの大事な合併症っていうのが、頭文字を取ってしめじですよね。蓮太郎君も知ってると思いますけど、しめじになります。このしめじのしは何かっていうと、糖尿病性の神経障害なんです。多くある症状が手足のしびれとかですね、これは神経の障害が起こってしびれやすくなっちゃう、それが糖尿病性の神経障害ですね。あと目が網膜症ですね、視力が低下したり、まあ、場合によっては失明したりする場合があります。あともう一つが腎臓ですよね。糖尿病性の腎症って言います。腎臓の機能が低下しても最終的には透析になっちゃいますね。あとそれ以外の合併症として大事なのが心臓や血管の合併症ですね。これについては先ほどのしめじに対して、今度はえのきっていうふうに頭文字で覚えやすいようになってます。まあ、えのきの絵は何かっていうと、血管が障害されて筋肉が壊死を起こしてしまう、壊死ですね。それとえのきの脳は脳梗塞とか脳出血のような脳血管障害、そして気が虚血性の心臓病ですね、狭心症とか心筋梗塞、その頭文字を取ってえのきって言います。まあ、先ほどの糖尿病性の神経障害とか網膜症とか腎症っていうのは比較的ちっちゃい血管の病気なんですけれども、心臓や血管の病気っていうのは大血管が障害されます。実際に糖尿病の診断はどうするかっていうと、血糖を測定する必要があります。まあ、大事なのが、これは早朝の空腹時ですね。食べる前の血糖値がどれぐらいか、正常値っていうのは110以下なんですけども、空腹時の血糖が126以上、または空腹時じゃなくて食事に関係なく測った血糖が200以上を超えている場合、またあとは糖分を孵化してあげてどれぐらい血糖が上がるかっていう検査をして、その2時間値の値が200を超えた場合、または1、2ヶ月の血糖の平均値のようなものが 6.5 を超えた場合、これが1から4のいずれかが確認されたら、これは糖尿病型っていいます。で、実際糖尿病って診断するためには、この1から3のいずれかと A1C が 6.5 以上が確認された場合とか、またはですね、この1から4の項目が1回だけではなくて2回以上確認されたら糖尿病っていうふうに診断されます。まあ、こういうことによって糖尿病が診断されるわけですけれども、境界型のような患者さんですね、1回しか空腹時の血糖が126以上にならなかったり、随時血糖がまあ200まではいかないけど、まあ、かなり高い場合っていうのは孵化試験をしてあげるわけですね。その孵化試験っていうのが 75g ブドウ糖孵化試験って言います。まずは空腹時のまま採血をして血糖の状態とかを測ってみるわけですね。その後に75g のブドウ糖の水溶液っていうのがあるので、それをこう 2,3 分で飲んで、それを飲んだ後に30分、60分、120分に採血をするわけです。まあ、特にこの120分後の血糖の値がどれぐらいかっていうのを見て、まあ、これが糖尿病型かまたは正常型かっていうのを判断するわけです。まあ、いわゆる空腹時の血糖とか随時血糖とか孵化試験の血糖値を測ってこう糖尿病の診断をしていくわけです。まあ、以上が糖尿病の実際の症状と
まあ、どういうふうに診断するかっていう方法についてお話をしました。どうでした？糖尿病を一つとってもこういろんな症状があったり、こういろんな診断方法があったりして難しかったです。そうですね、まあ、必ずしも糖尿病があっても症状がない方もいらっしゃるので、検診っていうのも非常に大事になります。検診では血糖も測りますし、あの A1C も測ったりしますから、まあ、糖尿病を早くキャッチすることができます。ということで今回のテーマでは糖尿病の症状と診断についてお話をしました。ぜひ多くのチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。